お兄ちゃん家が火事みたいだよと。言うんで僕はその時に裏休みで仕事にいたんですけどもえ、えって言うんで戻ってきたんですけど、駅に着いたらもう消防自動車がもうすごい十何台もあって、こっちに来れないんですよね。家族の人間ですってやっとのことを来たけども、近所の人はみんな知ってるんですよ。せっがあったらおじさん絶対いると。早く帰って探しなさいって消防署にみんな言ってるんです、うん まあ結局、中で、え、亡くなってたんですけども、弟たちの方から戻ってもう一度、家を起こして、で、会社もやんないかというような話が出まして、で、自分はもうその時も言われてもあんまりその気にはなんなかったんで、自分はもう新宿でちゃんとやってますんで、え、と思ったんですけど、近所の人に、お葬式の最後の時に、てっちゃんまた戻ってきてやるんだよね、 って一言言われて、それで、そうだな、やってみるかってなっちゃったんですね、急に。父親が命がけで戻したんじゃないかなっていうような気がするっていうようなことを言ってですね、戻ってまいりまして、で、弟はま不動産会社にいたんですけども、その頃やっぱり不動産の世界でも、非常に物足りなさを感じていて、本当にお客様のためにやってるっていう世界じゃないじゃないかというような疑問を持ってて、 そのためには、その、やっぱ建築屋が不動産も扱うっていう形にした方がいいんじゃないかということで、で、え、あくまでも建築主体の不動産部っていう形で一緒にやらないかというような話になりまして、じゃあやろうということで、え、まず第一投目がこの自宅の建設。で、この家を建てながら会社をまた始めようと思ったんですね。 30年ほとんど休眠してるような会社なんで、OB 客っていわゆる既存のお客さんってのは一人もいないわけですね。当時はその悪徳リフォームっていうのがはびこってた時代で、リフォームっていうだけでバターンって閉められるわけですね。お仕事が全然ないと。いう、1ヶ月1本も電話はなんないみたいなことがありまして、それよりも人間関係を作ることに専念してみようかなと。小中高の同窓会、それからあーラグビアした仲間の総会、 一緒にラグビーやった仲間っていうのは、その自分の同期だけじゃなくて、先輩後輩にしても、ものすごい絆でいまだにつながってるんですね。上の方の先輩とか、えー、そのつながりで仕事がかなりいただいてますね。えー、それと、特に、町会の中では、どういう人間関係があって、どういう人がどういう仕事をやってどう、どういうふうに町っていうのがな,なってるのかっていうのが、もう手に取るように分かってくるわけですね。 で、え、町会では当然仕事のことはもう売り込まないでやってたわけですけど、その中で、そうか、こういうところで町っていうのはできてるんだな、というのを改めて感じて、まずそこの人たちと一緒に汗流さなきゃダメだな、という中で、あの、声がかかるようになってきたんですね。まず絶対的に言えるのは、災害に弱い地域だっていうことですね。で、もう過去20年以上前から、 あこの地域、僕らのいるテリトリーは、あー東京五千何百ある町会の中で、えー、ベスト点に四つも五つも入ってるんですね。非常に特殊な地域。地図にやるともう真っ赤っかなんですね。危険度。そうすると、地域密着っていうんであれば、この耐震ってものに取り組まざるを得ないわけですね。僕は地域密着っていうのは、その地域を、まず、 うん、上上だけじゃなくて、本当に愛さなきゃならない。で、大切に思わなきゃならない。公務店だったら、この地域の家を守るのはうちなんだと。本気で思わなきゃならないと思うんですね。あの、広告戦略じゃなくてですね。それは社員にも言ってます。難関かの時には混んでって、顔が触れたらどを担いで走り回るんだというような気概って言いますかね。そういう気持ちは持っていたいなと思うんですね。で、それがやはり、あの、地域の皆さんに、 いろんな形で自然と伝わってくると、仕事というのはいただけると思っています。きめ細かいサービス、フォローって言いますかね。そういうのをテリトリーも狭くしていると、すぐ動けると。例えば、うちはあの自転車がですね、6台ぐらいあるんですけども、父からちょっと窓の具合が悪いんだけどとか、 給湯器がおかしいんだけどって言った時に、じゃあちょっとあの、差し屋さんが入ってますから、後でちょっと見に行ってもらいますよというような形で、ええ、行ってもらうことができる。そうするとまあ、ちょっとやったら治っちゃったから、社長お金いいやと、職人が言いますよね。そうすると職人がいいやつにこっちはもらえないわけですよ。うん。あの、大事ですよ。今回は別にお金いいですよって言うと。いや申し訳ないですねって言うんで、ええ、夕方、 ビール一ケース持ってくるのはこの地域なんですよ。そこで、あ、僕はありがたくいただいて、あ、関係ができたな、よかったなと思うんですね。当社は、あの、今年で創立50周年を迎えまして、で、50周年の式典というのを区切りでやりました。えー、いろんな方に来ていただいて、えー、大学の先生なんかも来ていただいたんですけども、非常にいい会で終わりました。 その時に将来のビジョンの話もしたんですけれども、私は100年、100年続く会社に挑戦したい。と要するに地域の中で必要とされる工務店、私らは住まいの町医者というキャッチフレーズを掲げています。いろいろ景気によっては、日本も新築も変動しますけど、 いくら景気悪くても、消費税が上がっても、やはり家ってのは痛む。うん。え、台風や、ああ、災害の時は、もう次の日はガンガン電話かかってくる。ということで。まずはそういった、ああ、安心安全の家を作るっていうことで、え、素早く地域で対応できる。いわゆる、住まいの町医者として、みんな駆け込んでくれるような、すぐ押しに行きますよ。うん。っていうような。 存在であり続けたいと。それを今、その基礎づくりを今やってて、少しずつ手応えを感じている時期なのでうん、これが100年まで、創業100年まで続く会社になりたいなというふうに思ってますね。大手のリフォームメーカー、リフォーム屋さんなんかがだーッと押し寄せてくることもあります。ただ、この辺の地域っていうのは、 あの、広告の反響率が非常に悪い地域で有名で、えー、パッと見の良さだけでは頼まないよというような地域なんですね。まあ、その中で、えー、どんな大手が入り込んできても負けない、えぇ、ー、確固たるその地域のナンバーワンのお店、えー、会社っていうのにしていきたいなと思いますね。それはもちろん具体的なシェアもそうですし、えー、それとお客さんの満足度が一番大事ですけれどもね。えー あの,辺の地域はもう太陽さんがいるからという形の会社にしていきたいと思います。